はい、こんにちは、こんばんは。今回はこの前、前回ですね、動画にした中継機ですね、あの中継機の仕様が今一つわからないのと、まあ通信速度はそんなに向上しなかったもので、以前使ってたルーターを使ってですね、この A タームの WD2600HP3 というやつを以前使ったんですが、これを使ってブリッジモードで運用して通信速度がどうなるか、それを見てみたいと思います。1階に親機があって、1階から2階には有線 LAN が引かれてます。で、2階にですね、この WD2600HP3 ってやつを設置して、ブリッジモードで運用して、2階の無線環境を良くしようという考えですね。簡単にもう一度図で説明したいと思います。はい、今回は A ターム WD2600HP3 っていうやつをブリッジモードにして、2階の通信環境を良くしようとします。まあ、親機は先ほど言いましたように1階にあって、これは外部のね、光ファイバーの入り口が1階に作ってしまったのでどうしようもないんですね。で、2階の端の部屋に電波が届きにくかったので、前回までは中継機というやつを用意して、それで2階の電波の環境を良くしようとしたんですが、今回はですね、以前使ってた NEC の A ターム WD2600HP3 ってやつをブリッジモードにして運用することにしました。まあ試しましたということですね。で、ブリッジモードっていうのは1階2階間を有線接続して親機とこの WD2600 を接続し、有線にてですね。で、2階は WD2600 から電波を飛ばして無線 LAN 環境を良くするというモードですね。で、今回ブリッジモードでやろうとしたその理由はですね、そういえば1階2階間に LAN ケーブルが引かれてんじゃないかということを思い出したというか、この LAN ケーブルを使おうという発想が生まれてなかったんですね。なので今回チャレンジです。絵で言うとこんな感じです。1階には親機があります。で、2階には WD2600HP3 を置いて、ここをブリッジモードで接続して、で、2階の子機と通信環境を良くしようということですね。親機設定に関してですけど、親機の新たな設定は必要なかったです。ただこの2階で使う子機のですね、 MAC アドレスフィルタリング設定は必須なので、これはやっておく必要がありますね。まあ今まで親機でもこの子機を使ってたのでね、MAC アドレスフィルタリング設定は、まあ、許可の設定ですよね、してましたから、まあ、実際は今回特に設定変更することはなかったです。で、2階の WD2600 ですが、これは背面にですね、ブリッジモードのスイッチが、切り替えスイッチがありますので、ルーターモード、ブリッジモード、中継機モードっていうスイッチの切り替えがありますので、ブリッジモードにして、で、あと設定はですね、親機と同じ SSID とパスワードに設定する必要があります。で、子機はこのようにすると、1階では親機に接続され、2階ではこの WD2600 に自動接続されるようになりました。さて、じゃあこのように
設定して設置した通信速度は前回と比べてどうなったかですね。ではインターネットの速度を測定してみます。あ、すごい速くなりましたね。これはいや、ブリッジモードで 1,2 回間を優先接続することがこんなに速くなるとは思いませんでした。じゃあもう一回測定してみます。うん、早いです。すごいですね、思ったより。はい、では今後2階の環境ブリッジモードでこれで運用していきたいと思います。では